どうも皆さんこんにちは、松本バッチ&イッチでございます。おはようございます。おはようございます。松本バッチのなすがままに始まるよ。いや、今回は岐阜県にございますおなじみプレイランドキャスル大垣店さんに来ております。そうですね、今日はもうドピー感でね。いや最高のパッチの日和じゃないですか。来てますね、毎月来てますけども。前回はですね、金沢でそうっすね、ケイジさんでやってたんですけども、あれなんですね、うん、見ましたよ私。何がすか？元の方、一人で悪ふざけしてる。あ、見た？見ましたね。あれもう俺、東京駅で恥ずかしい5、6分やってんのに、バッサリだよね。俺もう本当ね、何が新鮮だったかっていうと、やっぱ一人でやってる時に、照れが声に出てる。あ、わかる。あの人がすげえいっぱいいるんだよね。もともと何やってんの？って。昨日はないんですか？で、昨日は特に何もやってないんですか？特にもうやることない。コメントとか見たら、うるせえ邪魔だとか書いてあったし、うるせえ、うるせえこいつマジ勘違いしてんじゃねえか、邪魔だこいつマジうるせえみたいな書かれたから、もう俺 DMM にあのコメント欄閉じてくれないかなって。ハートが、ハートがずたずたになります。もうこれ得ないから閉じた方が良くないかなって。誹謗中傷された方言っておきますけど、私別に好きであんな一人芝居してるわけじゃないですからね。我々やってるわけじゃないですからね。我々もう食べていくために必死なんです。そうなんです、飽きさせないために。そうなんです、必死なんですよ。やってますよ私は。諦めていない。諦めていない、生理的に俺の声が受け付けないと書き込んだあなたを私は諦めていない。諦めていない、もう声が生理的に受け付けなくても、やっぱこいつ面白いかもってお前が言うまで俺は諦めないからな。言う日が来るかな。やるぞ俺は。市川はもうメンタルがボロボロです。うっ編集したから。だ一個も家事やってくれないよね。おい家庭の問題を持ち出すんじゃないよ。昨日だって出てくるときほぼほぼシカトだったよ。というわけで本題に入るまであのもう5分回してるんですけど大丈夫ですか。好きなところを、ラドさんには使っていただいて、好きなところをね、お願いします。ご迷惑をおかけしております、そんなこんなで本日のミッションをいただこうかと思うんですけど、ですね、前回金沢で、まあ負けたわけですけど、負けました。最近調子悪いな、調子悪いなと。調子悪いですよ。これはなんかもう一作練りますみたいな感じでね、終わってたんですよね。惜しい。だから今日はですね、基本的にこう勝ちにね向かうために、あの3つほどあの案を考えてます。3つある。でまず1つ、前回ね金沢でやろうと思ってた、やろうって言っていた、オカルトを駆使してみる。オカルトを使ってみる。まあオカルトバッチこうやってました。そうあのまあ。まあ、今日僕持ってますけどね、ゴッドのタオルを使ってみたり、あ、ゴッド、あ、それ、ね、これ使えるように一応持ってきました、使ってみたりとか、まああの、吉報院に吉報院ね、順次で見て、これ見たことない人は見てください、オカルトバッチこれ見てくださいね。吉報院が、吉報院順次で見たりね、あの中で一番ヤバかったかな、吉報院、そうね、まあまあ、オカルトを一個使ってみる、まあ使ってみる、はい、2、そもそもアメーダイを打つ。そもそもアメーダイを打つ。そもそもアメスペック的にアメーダイを打つ。アメーダイを打つ。はいはい、はい、まあまあまあ、なんとなく何個かはまあ、はいはい。そして3、もう打たない。打たない。はい。3は今考えたんですけどね。今でしかなかったらやべえと思って。ないんだ。3個って言っちゃった俺と思って。3個目ねえわと思って。それあれだよ。調子こいてクイズ出して全然わかるわけねえから4択にしてって言われた時に、あの答え先言ってる4。ソーセージあるね絶対ソーセージは当たりではないっていうやつ、3つって言っちゃったから今ね。さあ打たない、全部整えてから始めればいい。なるほど、甘い台を打つかオカルトを使うかと。まあオカルトを使うんであれば、ゴッドグッズ、まあね、私ゴッドグッズとか昨日の夜な夜な偉い人とお酒を飲んでたらですね、市川くんが明日ゴッド打つつもりならゴッド T シャツ持ってきてってLINEが来たんですよね。あ、そうですね、そういうことですか。使えればと。なるほどね。あとはね、まあ基本的に甘い機種、まあいわゆるペイアウト 100% 超え、まあ花火とかね、あるよ、いいの。何、僕、花火以外もすでに思いつかなかったんですけど、まあ、ちょうどね、我々結構僕の周りでも結構ハマってる人多いですけど、お忍び魂、あ暁の章、新しい忍び魂、あれがいわゆるビタ押しボーナス作出すれば100を超えると言われてますが、マジであれ100超えるんすか。100超えると言われてますが、100の超え方が
そうだね、割合的には50人中2人が生き残るみたいな声かけ。超えねえんじゃないかな。50人中2人が残り48人分を食い尽くしてペア100みたいな。それ大体のいつものお店と同じ状態じゃない。いやもうほんとほんとそんな感じよ。普通の状態と一緒じゃない。だあの花火とかの 100% はこういう 100% でしょ。そうそうそう。忍び魂の 100% はこういう 100%。 それ 100% なの。トータルで紆余曲折デカめ。そう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 っていうやつね。だからもうあの月光の時の突入率がすっげえ低いし、月光の時入んなかったら死ぬね。そう、ただ月光の時入ったら上乗せ性能は半端ない。半端ない、っていうで、ビタ押しがボーナス中にあるんですけど、まあ、通常時はまあいいとして、 ART 中のそのチェリー取得のためのビタ押し介入の大きさがね、これまた計り知れない。なるほど、うん、ただ僕すごい懸念してるんですよ、はい、こちらプレイランドキャッスル、うん、忍び魂、ええ、2台。じゃあ空いてたら空いてたらじゃあ空いてない場合は空いてない場合は、ゴッドグッズ引っ張り出してゴッド打ちます。あ、やるんすね、やるんすね。 T シャツ着るんすね、上にね。だからまあ忍びをやるかゴッド打つかにしますよ。そうしよう、うん、そうする、うん、もうね、始まる。本当だ。乗りよ。すげえ長く喋ってからもう11分喋ってからマジ超なるに気になるから俺。45分からな。そんなぐらいじゃないかい、うん、じゃあ分かりました。はい、それでは実践騎士は店に入ってから取れた方をやります。おっ、解消を目指して頑張ります。それでは実践スタートです。スタート頑張ります。よろしくお願いします。おはようございます。さあ忍び魂取れるかなと。さあシースセソ、おはようございます。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 めっちゃいい声。あ、おはようございます。今日もいるね。今日もいるね。おはようございます。おはよう。いや元気。寄ってってるから、寄ってってるから、カメラが。あ、全然バッチ取ってなかった。こっちこっち。演者こっちだぞベイベー。そうかあ、忍び魂あった。あ、どこ。そこ。あ、ほんとだ。あ、バラエティーなんだ。バラってるマジか。どうする、バラってるよ。ここまたすごい場所だな。バラエティーなんだ。いや、僕ね、忍び魂暁に関しては、設置増えてほしいなと思う機種なんで、ナズママはそういうね、無限にしないと言うつけてたからね。やろう。超悩んでるけど。じゃあ暁行こう。じゃあ忍び魂暁のショー行こう。はい、さあ恋だば忍び魂暁のショーでいきます。とにかく、まあね、オープニングでも言った通り、はい、一応理論上ボーナスを素早く察知して揃えていく、かつ、ボーナス中のビタ押しを完璧にこなすことで 100% ペイアウトを狙うという題でございますけれども、非常に波の荒い機種ですので、100になるのはいつのことやらと。ただ理論上100超えるってことはやってみる価値はあるよってことですね、うん、なんか今ねカウンター使って小屋数えてますが、なんか数えていた方がいいですか。一応設定差あるのが、ジャックチェリーと呼ぶ、まあ、ジャックチェリーというかチェリー A かな。チェリー A、 チェリーが出た時に、ここにボーナス図柄が止まらないやつが一応設定差、出現率あるやつで、あとまあ設定制作のメインとしてはチャンス目からどれだけ、はい、忍び魂じゃねえや、月光の時当たるか、まあ、定番っすよね。定番です。性格降格で、あとは、さっき数えたチェリー A からレギュラーが出てくるのと、レギュラースイカプラスピンクビッグ、スイピンっすね。スイピンもう、忍び魂伝統の、それにかなり大きな設定差がありますよ、はいはい、ね、だからまあ設定はね結構ね見えてくる方だと思います。 あともヨシパスもあるし。ヨシパスってのは何ですか。あのボーナス終了時とか ART 終了時になんかパスワードみたいなの出るんですよ、はい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 、それに確定系が出たりするんで、一応ね一番気をつけなきゃなんないのが、はいはい、あのまあ、キーとなる子役が、まあ、ボーナスもその
で月光の時もそうなんですけど、まあ、チャンス目からしか月光の時は行かないの で、 あでチャンス目をあの見逃す可能性があるんですよこれ。え、シャリーンってなんない？シャリーンってならない。でならない。この状態でここのボタン毎ゲーム光ってるんですけど、これを押してフラッシュしたらチャンス目。でスイカがこのクローバー狙いしてるとスイカが上段、はいはい、斜めて上段からしかスイカ揃わないんですよ。で右リールスイカこぼさないでパンパンって打って大丈夫で、まあチェリー A ですよねこれは。でスイカが転廃してスイカ外れたらチャンス目なんですけど、はい、その他にもこの形から例えばここの塊2個で、はいはいはい、ここからベル外れとかもチャンス目なんですよ。えそれ シャリーンってならないの？ならないんです。押せばなる、ただまあ演出で大体わかるんですけど、無演出からあんま出ない。ええ、あとこういうベル小山とか、ここのか何だっけこれ何確認ボタン、はいはい、うん、確認の2位は忍びだった気がするんですけど、はい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 、押すと例えばボーナスいるときはレアなフラッシュ出たりとか、はいはいはい、なんかいろんなあれがあるんですけど、とりあえず怪しい出目出たら押してみる、白演出とか紫演出とかで怪しい出目が出たら押してみるのが基地ですね。で基本的には、まあ、ボーナス引かないとあの広角に行かないので、うん、まあ、あの押し順リップ当たったときに広角長考行ったりするんですけど、はいはい、あのボーナス引かないと広角に上げれないので、まずはボーナスですね。そうそう、本当猪木みたいな感じよ。初代の猪木とかね、4号機の猪木中央とかもそうだけど、ボーナス引かないと広角ついてこないっていうね。ボーナス行って最初の広角なさ50ゲームとか60ゲームにチャンス目叩き込んで ART、AT に当てるっていう、本当昔の AT 機ですね。やっぱね、ただね、やっぱ ART っていうか、まあ、本当ボーナスプラス ART の本当いいところですけど、 ART とボーナスが絡んだ時がねおもろいんだ。そうね、うん、上乗せにも期待できるし、もしかしたらボーナスいるかもみたいな。上乗せ地ゲームのナビなし、そう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 、ね、伝統の A プラス ART の一番楽しい時いるんでないってやつね。で忍び魂に関しては左をあの青と赤狙わされるベルだから、その強めの演出でベル狙わされるわけよ、雷落ちながら。なるほどなるほど。でそしてピンクを狙った時に近くがドガーを起こってきたりとかするっていう。あ、いいね。だから ART 中はねおもろいでってなるんですよ。これはね好きだと思うよ。でボーナス引ければ速さもあるし、一応新しく追加された要素として、まあ、ここにねあのポイントが貯まるっていう、なんかねそれ、うん、結構つぶやいたりしてるライターさんとかいて、これ何のことなんやってずっと思ったんですよね、まあ、いわゆる、マノマギの汚れなんですけど、あの1000ポイント貯まると次のボーナスが ART 確定になるっていうのと、まあ、ART は確定するんですけど暁ボーナスっていうのがあってね、はい、ART 中に外れとかで上乗せ確定の暁状態っていうことに行くことあるんですけど、でそこでボーナスを引くと暁ボーナスになる。でそれが満タンの時にそっちに飛ぶ可能性もあるっていうポイントなんですけど、ちなみにどれくらいの頻度で満タンになるんでしょうか。いやーゲーム数はまだ算出されてないですけど1000ポイントなので、うん、まあまあ時間はかかります。まあ狙うのは難しいんですけど、打ってる時に、示唆はありますね。ヨシパスって大体左に出るんですけど、はい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 、それが右に出るとか、あだいぶ、分かりやすく750ポイント以上で出やすくなるのかな。それ以外は確認する余地ないんですか。あとはその今さっきちらっとちっちゃくファーって出ましたけど、あれがあのもっと大きくはみ出るとか、で、あと金のヨシパス、金のヨシパスが出たのに ART に当たってないとか ART のストックなかったら、まあ、マックス確定とかいろいろあります。まあでもそれをじゃあ狙って打つのは難しい。狙って打つのは難しい、うん、正直まあ難しい。まあおまけっすよね。おまけ要素ですね。だ本当僕が初めて見たときはその8000枚出したときに、はいはいはい、あの最後金のヨシパス出てアストックまだあるわ ってバンってやったら終わったんですよ。うわーと思って溜まってると思って追っかけた、まあ、これが今溜まった状態の溜まった賞が今溜まりました。かっこいいっすよ。だってすごいっすよね。だってこの主人公の忍者何くんでしたっけ。ハヤテ。ハヤテ。ハヤテの声だって野沢さんなんでしょ。野沢さんです。それすごくない。あここまで滑ったらねチェリー B ほぼ、うん、あーチェリー B、野沢 B、 野沢 B じゃない野沢 B じゃないよ。でこういう時に、はい、
ペイアウトを上げていくためにボーナスいるかどうかをねやっていくわけですよ。最速手順、まずはクローバーの下のチェリーを下段、中下段でいいのかな。で青ナラが落っこってきたら青ナラ系のボーナス、はいはいはい、でこれで青ナラ系のボーナスなし、はいはいはい、次はピンクペイ、ピンク系の場合は白バー、スイカ、チェリーっていう配列があるんですけど、はい、それのチェリーを同じように中下段で、そうするとビッグの場合は1画目ドゴン振ってきます。なるほどなるほど。ピンクベルピンクで、これの場合はあとは、ピンクピンクバー、あ、違う、ピンクピンク青ナラのレギュラーの可能性だけなん で、はいはいはい、で白ナラをちょっとここを早めにちょっと押すとここの上にピンクバー、あ、ピンクナラが止まったんで、これでボーナスが前期へなしとっていう感じに、ボーナスも素早く見抜いていくことで、ああ、はあ、ペイアウトがどんどん上がっていく。なるほど。なのでチェリー B と、まあ、チャンス目引いたときは、必ずやった方がいい。まあ、今の打ち方だとスイカとチェリーを最中に引いてもこぼさないっていうメリットがあるので。おお、確かに。そうか、チェリーを下に押してるわけですもんね。ええ、それもやっていきましょう。ボーナス ART 感か。天井は、まあ、1000ゲームなんですけど。はいはい。あ、これ広角中折れリップで、その1000ゲームで天井で入った ART を50ゲーム上乗せなしで駆け抜けた場合、ここが満タンになります。必ずそれだけは覚えておいた方がいい、うん、うわ天井 ART 何もなし最悪ってやめないように。なるほど、でこの形でリプレイが揃うと夜になったら超高超高、でこれは夕方なんで広角ですけど、あ惜しい、えこれはもうあのやっぱ広角だったから変えれちゃったんで、チャンス目引けば抜群のタイミングだったんですけど、あーなるほどね、うん、あでもあれじゃないですか、これ B じゃないの、違うの、これチェリー B、 これチェリー B でしょ、うん、B って強くないの、チェリー B はチェリー B は強いんですけど、あの ART の抽選は月光にはね、そう月光はチャンス目からしかいかない、鹿ってのもなすごいよな、多分ボーナスはいないと思うんだよな、 RT 状態変わってないから、うん、惜しいね、でベールこぼしちゃうと降格が終わるんで、チェリーは出るねやたらと、やばい1万円ノーチャンス1万円ノーチャンスっていうかノーチャンス目、これは月光の時入れない終わりはもう闇ですよ。ぶっちゃけ、月光さえ入れちゃえば、はい、どうにでもなる台なんで、もちろん駆け抜けがあるから、ただまあ最初はもう50基本50ゲームで、まあセット数振り分けあるんですけど、はい、基本50ゲームなんで、まあ、レア子役引けなかったら終わるじゃないですか、すぐ、はいはい、だそこをね、なんとか終わらせないでボーナス絡めたりとかしてると、なんだろう、まあいわゆる獣王とかも300、400持ったらもうこれ終わんねえんじゃねっていう時間ってあるじゃないですか、 あ、 す、ね、あーなるんですよね、なるほど、こまこま乗るわけですよね、こまこま乗ってるから、いや大丈夫ですか松本、今日はね、うん、勝とうっつってね、まあ3パターンも、まあ1個は打たないでしたけど2パターン用意してやって、これ何もなくね、大丈夫だ、8万とかありますよ、これはね、忍び魂こんなもんだから、はい、まだビクともしております、忍び魂においてこれ月光入れなかったらこれマジで動画的に使い道全くなくなるんですけど大丈夫ですかね、大丈夫、いけるいける、これ天井まで行きますから私、なるほど、まずは天井まで行くでしょう、でその月光は駆け抜けます、あ天井駆け抜け、で満タンにします、で暁ビッグからスタートします、これ暁ビッグっつうのがね、まあレギュラーだった場合は、暁レギュラーだった場合は、はい、12分の1かな、はい、フリーズ12分の1でするのを9ゲームかな、9ゲーム抽選できる、あまあまあまあ行くでしょうっていう、僕は失敗したんですけど、あそうっすかハーデスのだからハーデスゾロ引けるぐらいな感じですかね、そうですねっていうのがあるんで、あかん、あこれチェリー3つ揃えば B ですか、チェリー3つ揃えば B です、あ確定してる、チェリー蹴った、言ったそばからチェリー B 当選、これ天井じゃねえじゃねえか、じゃあリーチ目、リーチ目下田下田バイ下田バ
熱いやつ飛んだ、ゴリゴリに熱いやつ、まあ、当たるときは大体この演出なんで、急に西洋の体が、あーれレギュラーだそうなの、やばい、白バケットでほぼレギュラー、くそ しまったー、やばい、結局そうかよ、これやべえやつだ、これやべえこれ一番やっちゃいけないやつハマってレギュラーが一番闇なんですよ。よし、ちなみにこのレギュラー中はあれですか、押し順ですか。いえ、レギュラー中はフリーズしたら ART 確定です。フリーズ確率はまだ分かっていません。ただ暁だったら12分の1らしいんで、まあ、どのぐらいだろう、10倍ぐらいだろうかな。はい、終わりです。これがヨシパスですね。ヨシパス、はい、今が2294、2294、まあ、ゾロ目だとこう設定資産、全ゾロだと、あ、666とか777とかかな。でこれが今降格状態です。チャンス目、ここでチャンス目を叩き込めるかどうか。チャンス目かも、これ確かね、ここに白バー揃ったらリーチ目なんだよ、ね、あ、チェリービーかと思いきや、あ、揃ってんじゃん、じゃあチェリープラスリーチ目だと思うんだよ、ね、これ当たっていいんじゃないですか、じゃあ多分、あれ違うのかな、多分ね、やってみりゃ分かる、あー、ありそう、あー、いるいるいる、青、あー、ビッグだ、青ビッグ、あ、危ねえ、ただ、だからね、降格中にボーナス引いちゃうとね、降格がさ、まあね、ちょっと損するただまあまあ、ビッグだ、レギュラーのとおりビッグだから、ビッグの方が保証ゲーム長いんでね、いいんですけど、あ、よかったよ、はい、あ、よかったよ、オッケーオッケー、よいしょ、ビッグ、オッケー、なるほど、さあさあさあ、じゃあやってみましょうかつってね、あ、ビッグ中もでも ART 入れれるんですよね、はい、技術家にあります、よくあるそのなんか人増えてくれたっけ、そう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 、で何もないときは10押しで押してって、でチェリーを引いたとき枠フラッシュするんで、チェリーを入賞させることができればそこで ART 抽選しよう、まずは、ただね、俺こっから当たったことないんだよな、当たんないことはないもんね、当たんないことはないはずですね、あ、これね、これ、これで、これが出たら、白バーと黒バーの塊、白バーと黒バーの塊、白バー黒バーで黒バーを中断、まあ、白バー黒バーの塊を上に押すってことですね、上に行こう、で中段に止まった方がチェリーが立ってる、なので白を狙います、なるほど、ここで成功、へえっていうのを毎回やってくる、あ、逆、はい、お、これどんぐらい抽選されてるんだろうな、でこのね、抽選確率がね、まだ分かってないんだよね、ただこれね、通常時だから押しても当たんねえじゃんってなるんですけど、はいはい、ART 中は全然違うよマジで、あ、そう、普通の ART 中のビッグはあのポイント、総ポイントをあの上乗せゲーム数に換算してくれるんですけど、はい、チェリーを入賞させることでポイントアップ抽選するんですけど、それのアップ率がまあまああるんで、これできないのとできるのと、まあ7割だ、10押しでいいと思います、苦手な人は、下手にこっちでやってて 50% に落とすよりは、なるほど、まあ、7割だもん、ね、あ、やべえ、失敗した、これがミス、ミス、ミスした時は勘で、あ、これ失敗、だ今は黒が立ってたっていう、一応楓ちゃん、カエルちゃんまでは出るんだよな、なんか仙人みたいなの来るっけ、仙人で次カエルまで行ったら確定、仙人はね、ガセール、カエルちゃんすごいね、あんな空飛んでる鳥の上、あんな横乗りでねバランスすげえよ、あ、銀のヨシパス右、右、これはポイントアップしさだね、ポイントが結構溜まってるよっていう、溜まってるかもよっていう、750ぐらいあるかもよ、お、チャンス目、チャンス、これね、ステチェンでチャンス目はかなり熱い、番長伝統の、でも大体ボーナスなんだよステちゃん、普通にチャンス、普通に移動しただけっていう、ここ入れたいな、これ何ゲームあるんですか、こうかって50、ビッグ5は、あ、50、うん、50はワンチャンありますね、50ゲーム保証、チャンス目引く魔人
いやね、ほんとね、ここでね、叩き込めないとマジで始まらないから。チャンス目引くマジンでいいっすか、今日いや、なりたいよ俺も。ちょっと早くも飽き始めてるからこの、言ってる側もあれかもしれないけど、見てる方すんげー飽きるから、これ俺ね、だからまあ何も起きないからね、うん、超絶眠くなってきた。これマジで、一発でね、おめえも眠くなってんじゃねえかよ早速一発でね、あくびじゃねえかよ、刺さないとね。ただ右に今銀のヨシパス出たから、あーポイントもしかしたら満タン狙えるかも。よし、やるぞ。俺は今日このポイント満タンになるまで帰らねえ。嘘だ、絶対帰るじゃん、うん、帰るそう、普通に帰るですぐ帰るじゃあね、すぐ嘘つくんだよね。帰るな、パッと帰るね。まあでもね、安心してください。はいはい、今日に限っては、ね、私が引き継ぐこと可能でございますから、六角などししポイント濃厚など私が引き継げる体制で待っております。あ、今日ゴッドだったな。じゃあゴッドくれたかもしんねえじゃねえか。いや、もう分かった、やろう。フェームスをもうゴリゴリに残しておいてやるから。2000は多いな。2000お願いします。2000は多いです。2000はちょっと、2000はちょっとあれです。よしじゃないです。いや、月光の時やりたいです。月光の時あげるとかね、マジあれもほんとゴッドクラスだよ、うん、思うよ。一応今年俺誕生日あるから、それもらっても全然 OK。 今年あるでしょ、みんな1年1回来るんだよ。今年あるとか言ってね、俺今月あるんだよ。俺は逆に、あ、そうね、大丈夫、動画的には過ぎてるから。今日もらって気づいたけど、何か、あ、そうだねっつって確かにやべえ、これやべえかもしれねえまた負けるよ。まずチャンス目が引けねえ。いやー、飽きたすげえ飽きたわ。でしょうね。あ、4000枚自体が高設定なのか分からない。あっ、ちょっと今上を、あ、ギリギリだよ今。これがね、いわゆるこれ昔と一緒だな。これはね、今全長中じゃないのでほぼチャンス目だと思うんですけど、うん、で、僕この演出でチャンス目引いて、はい、あのボーナスがいなかった時に月光入んなかったことないんですよ。まだないでしょうね、こんな激アツので。だからボーナスがいると寒いんですけど、はい、いない。あ、いない。あ、いない。あ、ほら、ほら月光行くんじゃないかな。計画刺した、刺したような気がするよ僕は。これいると思うよ。あらら、煽られてますよ。来ると思う。いや、大チャンスだ多分。低角刺した。頼むぞ。低角刺すとちょっとね、上なんじゃねえかっていう雰囲気まで出ちゃうからね。頼むぞ。あ、潜入。いった。はい、いった。これですよ。これ。潜入開始。で、この撃破数ね。これがまあ上がっていくとチャンスなんですけど、でここに今。映ってるのはまあ全部5人だな今のところ。少なければ少ないほど激化するチャンス。5人、あ、3人になった。激化なし5人。あ、これ逆に怪しいぞ。増える。あ、寝てる。これ大チャンス。いい音鳴った。あ、レア子役、レア子役見たのね。あ、え、寝てるのに激化しない。これ多分ね、あ、いると思う。すげえおかしいもん。おかしい。いや、違和感めちゃめちゃ感じる。か、1人、あ、撃破した。はい、一人は倒した。ドアパターン。あれ、演出は弱いけど、これ敵強いやつじゃねえか。強いやつ。戦う場所は室内。あれ、これヤバそうだな。意外とやべえ。え、大丈夫、負けそう。寄っちゃうよ。じゃあもう寄っちゃうよ画面。これもう、え、俺負ける気がするんだけど。嫌なんだけど俺。嘘、ガセる。ワクワク返して。うわ、弱いと思うけど。弱いね。あれ、おや。うわ、初めてガセった。おい、初めてガセった。あれ、
初めて稼いの今日持ってくんじゃないよ。もっと他番組でお願いします。うわー、忍者活劇初めて稼いだ。マジか。違和感は違和感したけど、いっぱい5人いるのやっぱダメだったじゃねえか。人しか激やしないの。なんかね、前行った時に、前当たった時も忍者活劇から行って、うわ一人も、え逆何どういうことっつったら、最後に急に楓ちゃんとかが出てきてっていうパターンがあったんですけど、今普通に発展しやがった。うわショック。3、1、4。あーやっぱ右のヨシパスいるな。あー多分だからもう、あーチャンス目いた。あーう、うめえ、一軒目広角チャンス目。ただ演出弱え。演出熱いの出るって言ってたけど大丈夫。いやだから修正はしてるけど外れてると思う。いないね。やーべえ、やばいよ。頼むよ、頼むって。一回いいじゃないか。いや一回本当に見せてほしいわ。で2000ゲームぐらい乗せて帰ってほしいんだ。本当にありがとう。それこそ初代のね、まあ忍び魂めちゃくちゃ出たからね、やっぱロックとかはね。この出目すげえ強くないっすね。すごい強いっすね。すごい強いっすね。あ、いるねこれ多分演出的に。お坊がもうまだ15ゲームしかここ回してないのにさ、これレギュラーだったらマジ地獄なんだけど。電流式忍術。あー、いる。あー、びっくり。あー、あれ目押しミスかな。すげえ偉そうな出目。目押しミスだよね、目押しミスだよね。オビックかい、オビックがいるのかい。よし、よいしょ、オッケーオッケー。危ない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 。17ゲーム。あーでもそれでももったいないけどね。これで増えてくれた方がいいよね。75ゲームとかにこう前のも残して、ね、そしたら望みある。やってくれりゃいいのにな。オッケーオッケー。ボーナスは引けるようにしたぞ。あ、いいね。ビッグならとりあえず弾は増えますからね。200枚出るならね。いいよ。このボーナス固め引きをここが光ってる時にやるとね、伸びるんですよ。今のだったらね、流れでいったら結構伸びる感じではありましたよね。 ARG に入れるんだ松本。よし、やろう。月光連れてこよう。とりあえずは、とりあえずは月光の時まで。で今のがさ、これ赤月ビッグ中だと、はんはん、このチェリー、これを引いた時点でまず上乗せ確定だろう。イエス。で、チェリーこぼしたら多分10、ほぼ10。ただ、こうやって目押しを成功してチェリーを入賞させると30とか50がね、バンバン出てくる。それだって今だってもう100ぐらい乗っちゃってるっていう。乗ってる乗ってる。そうでしょ。うん、やれや。これは入れてるよね。これめっちゃ入れてるよ。これ相当あるよ。これ相当チェリー入れてる。でも、どうなんでしょうかね、これ大事、すげえ大事。これ結構引いてますよね。俺はね、俺多分今までで一番入れたと思う。そうだね、相当入ってると思う。あれでも出てこないの1000人とか。さすがに。あれそうなんだ。意地悪。あ、まだいる。あ、ミスる。あ、でも当たる。成功。なんとか当たれ。当たれ。あの鳥レインボーになったりしない。ここがね、キーになる。ヨシパスがキーになると思うよ。いや、これダメ。あんだけやってダメだったらもう無理だぜ。じゃあこれね、通常時はね、通常時のビッグ中はね、ビタ押ししてる意味あんのかってみんな言ってた。ああ、確かに。だから入り口は狭いんすよ。あんだけ引いてダメだったらもう絶対無理じゃん。入り口は狭いの本当に。入り口狭いのは好きなんだけど、なんか本当飽きちゃった。入り口はね、遠いんだ。しょうがねえの、こればっかりは。広角でチャンス目引かねえと。広角でチャンス目引いたところでなんだけど、実際確率的に、ああ6でも稼ぐ方が確率高いんだから。 40% だぜ6でも。やべえ。広角でだね、広角でチャンス目やっとこ引いて6で 40% しか入んねえんだから。やべえ。
全く話変わるんですけど、はい、ウォーキングデッドって見ました？いや見てないです。あ見てないんだ。ゾンビっぽい映画でしょ？そうそうそう、まあ、すげえ話題になってたじゃないですか、はい、ちょっと前あたりに、まあ、いわゆるねちょっとその、まあ、ゾンビというかについて考えたんですけど、ゾンビについて考えたの、うん、すごいね、まあ、ありえるありえるかと、もう市川君に気づくやいなや振り向きざまにうーっつって襲ってきました。はい、そこからどうします？いや、ぶっ殺すよね。いやいや、数がすごいの、数がすごいんだよ。あ相手もう見渡す限りよ、ダッシュトゥー、ま、車まずはパクルね、グランドセフトオート、それもでももうそれぐらいしかできないね。じゃあとりあえず一難去ったとするじゃないですか、はい、ああもう群衆から、あ逃げれたと、群衆から逃げれました、はい、身を潜めました、はい、どうします？なんだろう、とりあえず可愛い女の子をキックするかな、じゃあもう世界の終わりかなっつってお前あれじゃねえかって言い方が悪いかな、 あれだろう、綾瀬を重ねるギャングじゃねえか。え、じゃあ、どうなんですか、松本は。私はですね、まずはあれを目指すね、スーパーをね。あ、スーパーね。店員さんとかもみんなパンデミックしてないの？店員さんパンデミックしてる可能性あるね。あ、じゃあぶっ殺して強盗だけどね、ね、まあ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 やるしかないでしょう、うん、あとは生存者をどうやって探すかですよね。ああ自分以外に誰かいるか、で多分戦闘力が高い人たちはだから生き残る、まあ、スポーツ選手を探すっていうパターンがいいよね。一緒に行動を共にする、うん、そうそうそう、だから多分あれだろうね、結構都会だったら両国とかは結構安全な可能性があるよね。力士がたくさんいるから力士パンデミックってないのか、そしたら最悪なんだけど最悪だ、ね、すげえ強いんじゃねえかっていう最悪だよね。力士がパンデミックとかがパンデミックって言ったら、ね、まあ、あいつ超足も速いからね。最悪だね。あの辺がもしやられちゃったらかなり厳しいね。日本有数だからね、やっぱりなかなかちょっとそれ想像つかないな。危ねえな、これは危ねえ。そうだよ、実戦と関係ない話出したら大体危ないって決まってた。大体決まってる。ウォーキングデッドの話とか相場が決まってる。楽しいけどな、人と時間がいるからね。ほんとかかる。だから完全に睡眠時間を削ってやってるんですよね。なんかあれがいいかもね、それこそ温泉みたいなとこにね。それは最高っすよね、行って。俺の友達ビーチでやってましたけどね、ビーチで。あ、チャンスベ。ビーチマージャン。黄色ビック出てこないな。青ビック。さあどうですか。順調。もうその150分の1とか200分の1くらいが引けない。わかるわ。お、チャンスアップ出た。あらー、何これ、誰これ。これプレミアムじゃない、これ誰わからん、みんな初めて見たけど。何これ、プレミアムでしょ。誰あれ、えこれ誰これ、えっ、あー、来たよ。いやー、びっくらこいた、積もった 7%。すげえ、もう1位って断定してるけど確かに、すげえ。突入リップの時だけ注意してくださいと。右リールに青、青、ピンクを狙うと。で青7で右、青。うわ、これ危ねえな、これ。よし、うわー、何今の。プレミアムや、超全長短かった。よっしゃ、マジか、入ったわ。入った。全長弱かった。これ松本がここからもう無限でしょ、これ。無限です。違う、まだすぐ終わるか、無限かのどっちかです。よし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 。この50ゲームに。そう、ここなんだよ。全てよ。ここ。マジでここ。マジでここです。で、ここで触って音が鳴れば上乗せ確定。
あーチェリーエーだ、これは乗らん。あー勝つもいかん。いやこの50ゲーム、いや見してくれその楽しさを。だろ任せろ、頼む。まずボーナス行こう。チャンス目チェリービー、そうスイカ、ね、スイカは乗ったらでかいからね。青を狙わなきゃいけないね、これね。そう、ベル2択だから、これこぼすとパンクするから。いやいや、何か引こう、何かこれを終わらせたらもうちょっと今日やばいよ、二度と見れない可能性がある。一応引き戻しはね、セット数とかもあるから、セット数振り分けもあります。引き戻しも16点何パーある、16点何パー、まあ、設定差なし、まあまあ無理でしょう、無理でしょう、無理でしょう、ええ、いや行こう。ちょっともう半分だけど、もう分かってる分かってる、半分だけど、半分、もう1個入れるか入れないかだから、1個入れたらもう10、20乗るわけだからね。よし頼むぞ、行くぞ、行くぞ、頼むぞ。あーシャダー、あーシャダー、来た、ワナス確定、ワナス確定、ワナス確定、やった、ワナス確定で、しかもこの見上がったやつ、はいはいはい、300までしかねえから、まあ、スイカだったら熱い、スイカだったら熱い。あー、スイカじゃないのこれ。あー、チャンス、チャンス目、まあ、おー、でかいでかいでかい、でかいでかい、で、ボーダスがいるからですよ。あ、引いて、ビッグがいいな。あるあるでしょ、これビッグ、あー、ビッグか、あー、いねえかな、あー、いない、ボーダスはいない、あー、惜しい。そうか、これリプレイでナビでないから、ナビなしを喜ぶタイプではない。そうそうそう、むしろあの左にピンク狙えとか青狙え、これが強いパターンが出るのが熱いパターン。強いパターンあるんだね、ART っていうのは、あ、来た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 、あ、第一でした。何何何、第一でした、何かが出てくる。上乗せを先告知はなし。スイカか、あ、違う、リプ、リプ、あ、俺リプだ多分。あ、え、なになに、リプレイプラスボーダス、リプレイプラスボーダス、リプレイプラスボーダス、うめえ。いわゆるレア子役対応なのにリプレイが揃ってる。ビッグ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 、あ、このラインでリプレイ揃わねえもんな。へぇー、あ、来た、来た、これは強いパターン。よっしゃ、あー一角美しい、オッケー。いやこれナイスイン、ありがてえありがてえ、これはナイスイン。さあここからだ、ここですよ。でこれがね、今月光って出てましたけど、ここの月赤い時に引けば赤月ボーナス、はいはいはい、で今白でしょ、はい、これがねチェリー入賞させるためにそのここアップ抽選していくわけですよ。ふむふむ、さっきくらい引こう。いやそう、さっきくらいやればね、来た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 、よし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 、上がれ、よし、まずは上がらない、白ジャカとかまで持っていくとマジ100ゲームとか全然あるよから。よしよし、いいよ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 、上がれ、白のまま、白のままなんだな、緑まで行きたいな、いいよいいよいいよ、松本いいよ、いや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 、邪魔すんじゃん、待って邪魔すん、いやいいよいいよ、青に上がった、青に上がったよ邪魔すんじゃん、しかもちゃんとしっかりリール見て言っただろ今押すタイミングで青のまま、いやー緑ぐらいまで行きたいな、一応乗ってるよね、乗ってるよね、ポイントはこれアップして、ポイント抽選はアップしてますね、一応白から青には。でも青だとねまだ自由なんだよな、自由が結構出てきちゃうね。いいよいいよ、待って、邪魔すんだよ、押してから行ってくる、押してから、同時に、黄色黄色いいよ、よしよし、黄色のまま、あと一発でレインボーにしよう、レインボー急にレインボーあんの、知らない、あ
さあ、なんぼでしょう、なんぼでしょう。クワの背はどうだ。黄色で20。まあまあまあ、まあまあ、予想通り、こんなもんでしょうね。いやー、月光の時入った瞬間から急に超面白くなる。そうなんです。急に超面白い。また音楽もいいな、でしょ。音楽もいいな。これやっぱ目標200ゲームぐらいね、確保したいんですよね。いやー、してほしいな。でそうするとセット数ワンの数の目が見えてきて、カエデちゃんが出てきたりするから、余計面白くなってくる。いやー、コーヒーレディが申し訳なそうに俺の後ろ通ってく、すいませんね、邪魔してみて。いや、そんなことない。かわいいですね。いやー、足が綺麗だな。いや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 、今月光の時ナウだから。若いってやっぱ宝だな。宝、日本の宝だね多分。あ、来たか、来たの、乗らない。あ、でも B だ、 B、 ボーナスくれ。あ、乗らない。ああ、厳しい。あ、一応強め。いやでもね、そんなにわざとそういう煽り、わざとそういう煽り、煽りが出るんだね、わざとそういう煽り。あ、一撃。あ、意外、終わる。一応セットセットセット、よしパスは06-07なんだから、残りセット示唆は今のところなし。107ゲーム。むむむむむ、ここで終われないよ。一応書いておきますよ、293枚。まだまだと可能性もある。まだまだ。あ、セットはなし。引き戻さねえかな。でもね、16% しか引き戻さないですけど、正確なチャンス目で当たりますからね。むむ、あ、終わってるかな。あ、終わってるね。くそー。いやでもね、惜しかった。可能性と楽しさはちょっと垣間見れたかな、あのままね、やっぱでかいゲーム数引っ張ってこないと早期に落ちてしまうんですよね。こう近くで見ると軽視できないな。凄まじい爆乳だな。軽く見るで軽視できないな。できないじゃん。もう一回だけやりて。もう一回だけ月光やらせてください。やべえな。溜まってねえかな。次のボーナスで満タンになったりしねえかな。ぼちぼちいいんじゃねえかって思っちゃうけどな。600も余ってんじゃん。今腰タンタンと天井を狙ってるんです。まあまあ入れたな今日も。悲しい。結局朝の作戦とか何の意味もなかったんだよ。何の意味もない。まあ、でも逆というか、まあ、勝ってたんだけど、なんかもっと出すには数字のかなと。モンハン月下とかはいいかもね。モンハンでそれぞれ小野さん6000枚ぐらい出して、6000枚ぐらい出して1万負けぐらい。あ、大大大大、これ大なの、大、超大。今小野さんが13万負けていっちゃった。小野さん13負けが大。あ、オッケーオッケー。手枯れ大。これいる、絶対いるよ。ボーナス、さすがにいる。え、これレグでもビッグでもいいの。ビッグなきゃダメ。あの性能は違う、レグとビッグが。どっちがいいの。ね、ビッグの方が安定するかな。じゃあビッグビッグ、レギュラーはじゃ、あの9ゲーム間12分の1引けるかどうか。でも1回しくってことあるんだもんね。俺しくった。で12分の1引いたら3桁乗せだったから150か300だったかな。まあビッグの方がいいかな。これいるよ、いるけど、いるだから、天井まで行って一発やった上で910ゲーム今、ボーナス引くっつうのがベスト。でもそれやった場合、ART 中は発動しないので、はいはい、ART が終わった後に。初めて見た、こんなでかいの。へー、あれが大だわ。1時間早いな、たまんの。いやいや、やかましいわ。なんでだよ。え、これ天井行くのと最初にボーナス行くのどっちがいい。いや、もちろん天井行っちゃった方がいいですよ。行っちゃった方がいい。天井行って ART 発動しても減算ないから。あ、そうね、うん、ボーナス引いちゃったら天井は消えちゃうから。あ、
あ、これ当たった当たったろ今のチェリーで当たったくせえぞ940ゲームだぞ得意だなそういうの。あ、青はチェリー。あれこれチャンス目だ、これチャンス目だ。あもうこれいるよ。どうなっちゃってんの。あー赤。あー、あーいるいます。ここ、これはいらっしゃいます。あー、あ、青だ。え、青なのこれ。うん、多分やっぱレグだったらバーまで滑るもんな。青、うわー、天井50ゲーム前だ。946ゲームむむ。さあ、まあまあでも最悪の最悪はね、揃えた瞬間割れるかどうか。4万、これ割れなかったら受けるんですけど、4000円。割れなかったら超受けるんですけど手帳50ゲーム前で引いて超受けるんですけど、可能性としてはあるよ。ああ俺としては全然いいけど、ただ番組としては割れてほしい。頼む。どっちだろう。そうだ、揃えた瞬間確かにブワーッとなるはず。きた、青青。あー、レグじゃねえかよ、レグじゃん。あ、目押しミスじゃん。怖え、怖くて揃えられない。 レグじゃん。俺これどの道怖いんだが、これただのレグだったらお前死ぬんだけど。怖い怖い。さあ来るか。赤きたー。割れた割れた。赤月できた。これね、これ12分の1です。フリーズ確率アップ中。俺は一回引けずに。いやでも12分の1、9回できるでしょ。9回だったと思う確か。うわー、普通のレグだったら笑っちゃったな。12分の1か。さあ、あ、入った、あ、入った。出ました出ました、出ました。これですね、レギュラー中のフリーズ。あー引けた。これが ART。 ART はもう決まってます。決まってるんですね、うん、これ、これフリーズしたことによって何が起きるんですか。ゲームスワードセ、ゲームスワードセ、ええ、それやったねと。まだまだあるんですよ、まだ。あ、もう一回終わったら終わり。あ、一回で終わり、うん、あ、そうなんだ、オッケーオッケー。いや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 、これビッグも見てみたかったな、こんな感じが。ビッグはね、もうあの目押し勝負よ。あ、よーやば、引けてよかったわ。これでも危なかったなって言ってるかもしれない。危なかったよ、マジ危なかったな。危なかった、本当に危なかったよ。イエス、はい、よいしょ、10の10の。あ、あ、でもうすでに、しかも2個目だから、なんだっけ、あ、違う、これセット数だ。フリーズするとセット数が上乗せされるんで、まあこれ次回継続確定の楓ちゃんですからね。だからマックス、しかもね、これ次回継続の楓ちゃんの上のか、これ楓ちゃん、マジ次次回まで、次次回、次次回まで確定します。これマジ、これマジ出るぞ、やればやれば、やれば出るぞ。いいよやって。フリーズでセット数だわ、だから最大5セットだったかな。5で当たった時点でもう1セット以上確定してるんで、レギュラーが。はい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 、はい、だからフリーズして、フリーズの詳細ってまだ出てないよな。じゃあ、あの うる覚えというか、あのやまりだけど、ええ、最強の最強6セットあるかも。6よりもあるかもよ。え、もしかしたら僕ね、フリーズしなかったのに僕は2セット出てきたから。6よりある、うん、ちょっとサインされたい方います。15名ぐらい。あ、いるね、本当に。待て待て、本当にしてほしい人だな。本当にしてほしい人だな。ちょっと待て、本当にしてほしい人が待機してるな。スイカ、スイカ、スイカ、やべ、これ乗り確定です。乗り確定なんで、キョウチェリー、あ、チェリー以外は乗り確定なんで。あ、ゴーチェ、最初ね、ゴーチェ、最初ですけど。あ、出た。だから言っただろう。あ、そこ暁状態だからな。あー、やったよ、マジでやった。サインされたい方がいるな、これサインされたい方がいるな。あと30分か、よし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 。バカ野郎、ちょっと待てこれ。おい、あと30分待ってろ、しくしょう。いやー、360ゲーム。いやこれしかもセット数もいるでしょ。これ君が言ってた、めちゃくちゃ出る状態じゃない？これ500あるよ、500ゲームある。あ、しかも今暁状態だね、乗り確定。しかも B。B。うわ、うわは来た、とうとう。いや10ね。復活はなし。
あーこれボーナスもいる可能性あるぞこれ急におっせ違うこういう台なんだっていやスイカ引いたうわーこれ昔から熱いやつ可能性はなしあれボボロさんあるじゃんあーある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 あーあーあー1角パーフェクトパーフェクトパーフェクトざけんなよサインされますかされませんかちょっとこの紹介しちゃおうおいざけんなよ急だなこれあと3時間前に欲しかったないやまあだからねこういうことなんだよねいや急にねそのいっぱい出るっていうのがすぐ分かったでしょそういうことだなあフリーザー出てないねでここよここで、チェリーをしっかり入手もうこれもう市川君のために美倒しする必要なんか全くないんだけどやっていくから一応私は番組のためにお願いします番組のためにいや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 来たよほらでもさ、うん、思うんだけど、うん、あと 30% あるんですけど、うん、普通に300ゲームやり終えるんじゃないかな、うん、と思うでしょう、うん、それで忍び魂暁の章のポテンシャルを甘く見てるよいや俺ねこういう時の松本は強いそういうのと思うだろうこういう時マジで保証するよ消すんじゃないかな300以上残してやるからこういう時の松本普通に300スルーして俺がざっけんないっていうオチが見えるんだけどなとりあえず青から20ねいや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 今は急に楽しいの分かったでも俺もういやこれも今だって380あんだね380プラス最低3セットぐらいはあるから最低3セットまあ2かなラス2だ100今500ゲームぐらいは余ってるわけだあ左中右嫌いじゃないねよーしゴーレッツゴーあ、外れだ。で、外れで暁に行く。おぉ！で、外れで確率も、スイカ。そう、ここよ。スイカ。だいたい5ゲームなんだけど。スイカ2回、スイカ2回。いやいや、行っちゃうから、もう大変なことになっちゃう。ここでね、レア子役引いたっていうか、レア子役引くと、ボーナスも、ボーナスもってなるじゃん。あ、そっか。ボーナス引けばさっきのだから。やべえ。あれ、これで戻りね。あチャンスで引いた時がやばいんだよ。危ない違う危ないって何危ない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 あ、やっちゃったこれやっちゃったこれチャンス目じゃんうわー、うめぇだからやばい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 あー、危ない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 って何危ない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 って何危ないだってここでビッグ引く分で君が得するんだから君がそうだわ君が得するんだからボーナス何危ないボーナスだけでいいやボーナスだけずっと出ればいいでしょそうむしろ色ビッグだけ欲しいビッグだけ欲しい根本的な趣旨がむちゃくちゃなことになってる助かるないやちょっと負けてるからねいやこれもだこれもだこれもだ絶対1セット少なくとも3セットは取りこぼすうわいい音なんだこのピヨンっていうのが最後までいけばああストック確定皆さん今ですよ写真とサイン頼むならいやいや今ですよあいたいたストックいったうめストックいったさすがこういう時の松本はやるよねこれマジでやるこういう時ねマジ600ゲームクラス残ってるぞ今お前あれだよね取り切れない時すげえ強いよねやるね昔から、うん、昔からそういやね面白いないやこれをな12時ぐらいからやれればすげえ面白かったすげえ面白いよやっぱりボーナスを引くっていう楽しみとゲーム数を乗せるっていう楽しみと2個あるからさそれだってだからその8000枚ずつやってます今年度一番楽しかったんじゃない、うん、そのパチスロの王道の楽しさだよそれはそうだねまあノリだったけどその時もやるね最近やるななぜかねマジでね乗り打ちの力の呪いじゃねえかと思ってるあ、うん、乗り打ちしないと出ない体になっちゃうあ乗り確定出ないけどあーチャンス目だ再びチャンス目ラッシュうわほらこんなもんいるじゃんこんなもんいるでしょってなるでしょ、うん
あー、オッケーだ。よいしょー。おー、どっちだい、どっちだい。ビックレ。よし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 、俺ボケー。来た来た。何をもってボケなのかが分かんないけど、ちょっとね、うん、いいね、いいよ。ほら、みろ、やってやるからな。皆さん、面白いですね、忍び魂。腹立つわ。よいよい、はい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 、ゴー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 。せい、ヒーローオーラから50。でかい、でかい、えらい、でかいぞ。さあ、戻った。おー、見てくれ、残りゲーム数を確認してくれ。380ゲーム、きっちり元に戻った。永久期間でございます。さすがパチスロ攻略マガジンのエース。だから言ってんだろ、減らねえんだよ、もうこうだったら。さあ、天井50枚で当てたのに。いや、ドラマティックでございますね。あなた懸念していた、もうこれ300ゲームだから全て40分あれば取り切れるじゃんと、はいはい、おっしゃってましたけど、はい、もう残り時間が10分でしょ、ええ、こういうことなんですよ、忍び魂暁のショーっていうのは。あと一発ぐらいビッグ引けねえかな。全然いいよ。でしょうね。うん、全然いい。はよ。さあ、ということで、ただいまのお時間ぴったり3時。じゃ、これだけ。あ、ナイス。じゃあ、これだけ。ナイス。チャンス目だから。ナイス。チャンス目だって。え、そこでストップ。じゃあ、やばだ。そこでストップ。ボーナスがいるから。そこでストップ。じゃあ、ボーナスで。もう、もう大丈夫じゃないですか。違う。ボーナスだけ。ボーナスだけ。ボーナスチェックだけさせて。ボーナスチェックだけ。じゃあ、イルカクで終了ね。イルカクで終了。イルカクで終了。じゃあ、ボーナスだけ。イルカクで終了でいいですね。イルカク。イルカクで終了ですか。イルカクの場合は、消化します。消化します。いねえか。いねえか、いねえか、いねえのか。いそう、いそう、いそうだ。もういいですか、もうここでいいんじゃないですか、ここで。いそう、いそうだ。ここで、あ、15時になったんで。うわぁ、あ、いない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 、もう、もう、もう、いるっぽい、いるって。おい、いるだろ。ややこいわ。いるだろ。どんだけ引っ張った、この台。いるよ、いる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 。あー、いる。おい、イルカクで終わらせろよ。あぶねー。いいだろお前、これ200枚持って帰ろ。これは持って帰らせろよ。200枚を持って。お前すごいタイミングで引いた。すごいタイミングで引いたな。よしだ、おがやるよ。執念の、執念の松本。この後やってやるよ。私が遮った後にボーナスを引くというイルカクで終わらせてくれてよかった。あぶねー、マジで。あれいたよって連絡したけど、あれびっくりだよ、マジでギリギリだよ。すごいな、お前執念だな。さすが主戦場と言われるだけあるな。お前作り込んだぜ、おい。すごいね。うーし。いや、いいじゃないですか。今はあんま乗せなかったんじゃない。そうね、青だから、まあ20ね、十分だろ、バカヤロ。まあまあまあ、だって今の下りだって60乗してから、60乗してますからね。待って、オラ310に戻ってるじゃん。はい、終了。だからタイムアップ。間に合わないね、新幹線に間に合わなくなるからね。さあ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 、というわけでですね、まあ番組の、時間切れのお時間でございますが、で忍び魂暁のショーポテンシャルは十字分に、ご覧になっていただけたんじゃないかと思います。結果の方は、次回那須川ママにオープニングでお届けさせていただきますので、こうご期待。はい、さあ、これもうあれな、ボットの代わりな。いやー、よくやったよ。はい、一戦の終了が来てしまいました。いやー、素晴らしかったね、松本。素晴らしかったでしょ。うん、分かる分かる分かると。分かったかな、やっぱ忍び魂暁のショー。いやー、面白いね。ポテンシャルを秘めた台でございます。1台バラエティでしたけども、朝からね、しっかり粘りっきりで、投資は4万4000円まで行きましたけれども、はい、最後の最後、まあ、天井50ゲーム前でレギュラー引っ掛けましたが、予想通りポイント溜まってまして、暁レギュラーから引っ掛けて、準備中に追加でプラス300乗っけて、はい、残りストックは3つか4つでしょうという中で、消化していったんですが、今私が残してきたのが、残り310ゲームプラスおそらく4か5セット4セットか5セットあるよという状況で、はい、実戦時間終了。3枚が投資が2200枚なので、回収890枚、はい、マイナスの1310枚、まあ、半分ぐらいは戻ってきたかなというところでございますけども、これから
数千枚のポテンシャルを秘めてる、まあ、それはこの890枚を叩き出しながらゲーム数を増やす、あ、減らすどころか増やしてったっていうね、あの挙動ですごいよね、お分かりだったと思います。本当すごいと思うな、そして私はまあケツがあるので、ここで代打市川で、そうだね、次回のオープニング時に何枚出たか聞きたいと、うん、この後のね業者さんに迷惑かけなきゃいかない、そうですね、うん、これはね致し方ないことなんだ、致し方ない、こればかりはね、泣く泣くですよ。やっぱり止めるかい、止める、うん、止めるかい、やっぱり、あ、いやでもね、それやっぱユーザーの方にね、うん、やっぱ迷惑かかるから、忍び流し打ちたい人いるかな、うん、いるいるいる、だって、止めるかい、 ART めちゃ残ってるから、残ってるからね、うん、だからやっぱもうあとはもうあれになっちゃうじゃん、一旦電源を落としてもらって、うん、今日は諦めるっていうパターンもあると思うんだ、松本これあげるからこれいいのかい、うん、あげる、あげる、これ今日使ってみたらすごい、うん、明日返せって言うなよ、終始、うん、欲しがってたから走り抜けたらお前900枚だったじゃねえかっつって、1200、1300枚、1400枚出れば OK だから、1400枚出ればじゃあとりあえず一旦預かります、うん、で1400枚出なかった場合は差額をお支払いさせていただきます、よしそれでいい、よし分かった、これでウィンウィンだな、うん、じゃあいいね、いいでしょ、うん、いい、気分よく帰れるね、うん、楽しみだな、やっぱちょうどよく出してほしい、ちょうどよくね、うん、なんかすいませんってなるがのも少なすぎのも嫌だし、2500枚ぐらい、そう2500枚から4000枚ぐらいかな、4000枚結構増えたな、うん、4000枚ぐらいはもうやっぱ出るでしょって言えるから万は勘弁してくれ、わかりました、というわけでね皆さんもね、うん、まあ設置はそんなに多くないですけども、楽しさね見せれたと思いますよ、だからもう波がこう荒いから結構ね投資額もかかる台ですけど、うん、まあねどの道、一発大きいで勝負仕掛けるんであればトータルペイアウト100ぐらいに落ち着く、忍び魂やかつきの賞ありなんじゃないかと、うん、とにかく ART 入ったらわっしょになったら楽しいですから、楽しい、うん、いやまあねとりあえず復調の兆しは見えつつありますよ、そうですね、最近あの中止もまあまあ青い数字増えてきましたし、まあなんて言うんですか、あの引くタイミングを間違えてるだけで引けるもんは引けるようになってきた、うん、あとは楽しみ明日だよね、そうですね、明日、そして何をうち、どんなミッションで挑んでやっていくか、明日はマドンナグランプリ、でまああわよくば午前中からホームランかっ飛ばして、うんうん、昨日上げた分なんてチャラヘッチャラだぜと言えるぐらいだって、はい、いやよかった、でも涙もし楽しい台ですので、おいよかったら試してください、というわけで今回のナスガママにはここまでです、また次回楽しみにお会いしましょう、それでは皆さんさようなら、さようなら。